はい、こんにちは。9月8日木曜日の日替わり竹部でございます。9月8日ということで、何か今日は特別な日があったのかなという形でですね、経済指標をずっと見ていたんですが、今夜は欧米経済指標、これ、こちらの重要イベントのことに関してはですね、私の、ブログ、岡さんオンライン証券の公式ブログでございます。リキアの FX 道場というのがございます。そちらの方でですね、ご案内申し上げていますので、そちらと合わせてご、見ていただければと思います。今夜は英国、そして欧州それぞれの政策金利会合、そしてその後はですね、ファーナンキ議長、そして早朝になりますとオバマ大統領からの声明と、マーケットの方で重要イベント目白押しでございます。十分ご注意していただければと思います。さてですね、本日でございますけども、実は東京 MX テレビさんの方に出演させていただきました。実はこれ、まあ裏舞台という、まあ、あのカメラマンさんたちがちょっといなかった時にスッと撮って写真なんですけども、マーケットも何でもそうなんですが、意外と表と裏いろんなものがあるのかなというふうにして感じました。で、今日ですね、ちょっと今友人からまた私の悪友から面白いことを言われたんですけども、東京、まあ、竹部のオフィスは銀座にあるのかという話で、そうだよって話をしたんですけども、女性のハイヒールが少し高いよねっていう話を言い始めました。でそれはどういうことなのかなというふうにちょっと話をしてたんですけども、やはりですね、まあ、そういったあの女性のハイヒール、まあ、これはまあ女性の、まあ、か弱い女性型っていう形で、まあ、本来は見なくちゃいけないんでしょうけども、3.11クライシス以降はですね、まあ、ヒールローヒールの女性型が増えてきたのに、徐々にですね、そういったものもかなり減ってきたんじゃないのと、ファッション性とかいろいろな見方もあるんでしょうけども、そういった感じのセンチメントというか、まあ、心理的な社会的な変化もあるんじゃないかと。で、まあ、これは逆に言うとですね、我が国、まあ、今日本日はオーストラリアの失業率が発表されたわけですけども、うん、まあ、まだまだイコール失業率が高いイコール犯罪件数が多いというふうな短絡的な見方は非常に危険な見方ではあるんですけども、やはり日本の治安というのはいいのかねっていうのは、まあ、海外生活が非常に長い友人からそういうことを言われて、ちょっと私もうーんとうなってしまうような場面がございました。いろいろな表裏、俯瞰的な形から見ていくとですね、いろいろ相場、いろんな形で見ていくことができるのかなと思いました。9月8日木曜日の日替わり竹部でございました。